で船でここに来ました。アントニウスは恋人、婚約者アントニウスは、その時はクレオパトラのエフェソスとペルガマンの図書館の本の全部はクレオパトラにプレゼントして、クレオパトラはその本の全部は、エジプトに持って行って